大切なその気持ちをそっと優しく抱きしめよう。いつも見ているよ。今の自分にできることだけでいいんだよ。あなたの気持ちのそのまんま、あなたの行きたいその道で、好きなように思う存分歩いてみたらいい。バッチリ大丈夫だよ。いつも私がここにいて、いつも私があなたを見てるから、どの奇跡の出来事も大笑いして何度も振り返る時が来ること。